ゲーム機の性能がすごくやっぱり上がっているので、どんなことでも表現できると言っても過言ではないやっぱりことになっているので、どちらかというとゲームというよりは、シミュレーターみたいなものが増えてきたのかなと。自由度が高くて、ワールドがあって何でもできますよというものが増えてきたなという印象があって、まあ、それはそれで当然楽しいんですけれども、まあ、やっぱりいろいろ制限されたとしても、やっぱゲームとして楽しいものが、もっとたくさんあってもいいのかなという、どちらかというとその自由度重視に、ということに縛られすぎてるような印象も少しあったりなんかしますね。なんでちょっとオールドゲームを久しぶりにやってみるとですね、まあ、非常に楽しかったりするということもあったりしますね。いや、当然開発者としてはですね、非常にチャレンジしたい、題材ではありますね。で、当時はやっぱり続編のことも考えててですね、続編用のキャラクターをデザインするところまでは進めたりしてたんですけれども、まあいろいろな事情があって結局なくなったんですけれども、まあ、こればっかりやっぱりもう皆さんの応援次第ですので、よろしくお願いしますと、いうところですね。ミスターはやっぱりですね、これもさっき言ったようにですね、その各星々の環境というか、あるいは景色もそうですし、リスターがなぜそこに、来て、一体その星の人々はどういうトラブルを抱えているのかみたいなことをですね、やっぱステージごとにいろいろ書き分けているゲームですので、まあ、急いでステージをクリアするのではなくて、各ステージごとに、あ、これどんなステージなのかなっていうことをゆっくりとですね、まあ、味わって、楽しんでいただければいいかなというふうには思います。まあ、どちらかというとですね、インスパイアされたというよりは他のものと似ないというか、他のものと違うようなものにしようという意識の方が強くてですね、というのも当時やっぱりソニックがジェネシスで大ヒットした直後ぐらいの開発でして、その頃やっぱりセガとしては、まあ、もう一本ぐらいなんかカードのアクションがなきゃいかんだろうという動きがあって、そちらの方が先だったんですね。なので、まあ、どちらかというとそういうカートゥーンアクションをですね、すごいたくさん見て、いろいろプレイした上で、まあ、どのゲームにもないようなものは何かないだろうかというところで考え出したのがリスターなんですね。なんで、まあ、インスパイアされたものはないんですけれども、作ってる時には割とそのソニックとか、あとはダイナマイトヘッディあたりとはよく比較はされましたね。はい。